吉中寺は、滋賀県大津市にある、天台中継単立の寺院。三号は朝日山。本尊は、聖観論菩薩。境内全域が1967年に、国の史跡に指定されている。吉中公墓、松尾芭蕉の墓殿、蓬江御前の墓この寺の創建については不詳であるが、源の吉中の死後、愛称であった蓬江御前が吉中の墓所近くに草案を結び、 我は名もなき女性と称し、日々供養したことに始まると伝えられる。寺は別名、共枝寺、無名案、木曽塚、木曽寺、また、吉中寺と呼ばれたという記述が、すでに鎌倉時代後期の文書に見られるという。戦国時代に荒廃したが、天文22年頃、大見守護の六角義方によって再興された。当初は石山寺の廃下であったが、江戸時代には、 恩城寺に属した。廃人、松尾馬蕉はこの寺と古南の人々を愛し、たびたび滞在した。無名案で、区会も、盛んに行われた。大阪で亡くなった馬蕉だが、無黒は、基礎塚に送るべしとの意志により、元禄7年10月、吉中坊の横に葬られた。また、元禄、基礎殿と、背中合わせの寒魚が有名。その後、 再び後輩した同時だが、京都の配送庁無防止が数十年の歳月をかけて、明和6年に中高する。完成五年には、盛大に、場所100回記を主催した。昭和期、太平洋戦争後に、再び後輩壊滅の危機に瀕するが、一個人の特殊化による寄進によって1965年、円満院から、境内地を買い取り、ついで独立、再興し、 単立の寺院となった。その後の境内の整備費もその特殊化の寄進による。再建に尽力したフィクサー三浦義和と文芸評論家安田四十郎の墓所もある。ありがとうございます。